あれ、こんなところで何してるんだよ。清掃の仕事中に声をかけてきたのは、昔の会社の元上司。清掃員になり下がったのか。そう大きな声で笑う。以前はそんなことを言われるたびに落ち込んだり怒ったり感情の変化があったのだが、今は何とも思わない。それどころか、この男の行く末を想像してワクワクしてしまうほどだ。俺の名前は匠、25歳の会社員だ。今でこそ仕事に生きがいを感じているが、そもそも俺は就職に失敗している。大学時代に内定が決まらず、卒業してからもアルバイトをしながら就職活動をしていた。しかし卒業して同級生が新入社員として働き始めると、俺は誰からも必要とされていないと思い始め、就職活動も思うように進まなくなった。そんな時、当時アルバイトをしていたコールセンターで正社員にならないかと声をかけられたのだ。俺はやりたい仕事もなかったし、とにかく正社員という肩書きが欲しかった。だからすぐにうなずき、正社員として働き始めることにした。仕事なんて何でもいい。給料がもらえればそれでいい。そう思っていたのに、実際に正社員として働き始めると後悔の連続だった。俺には藤田という上司がいたのだが、俺はこの人が苦手だ。社員といっても最初はアルバイトと同じように電話業務からの研修だったのだが、アポイントが取れないと怒鳴り散らされる。もちろんそれが仕事なことは分かっているが、怒鳴り方が半端じゃないのだ。しかも業務の途中で上司のタバコや飲み物を買ってこいなんて言われることもある。4月に入社した社員は早々に辞めたらしい。最近のやつは根性ねえよな。藤田はそう言いながらタバコをふかしていた。俺が就職できなかったことを知っている藤田は、お前こんなんで辞めたらまた無職だぞと笑いながら言い、無理難題を押し付けてくる。最初はなんとか頑張らないとと思っていた俺だけど、次第に感情が動かなくなっていった。怒られた時は悔しかったし落ち込んだ。でもだんだんとそれすらも思わなくなった。自分では思っていなかったけど、当時の俺は感情がなくなっていたらしい。就職を機に実家を出て一人暮らしをしていて、友人も周りにいなかった。話す人は職場の人間だけ。一度実家に帰ろうかと思ったけど、大学卒業までに就職が決まらず、実家で肩身の狭い思いをしてきたから、またそんな思いをしたくないと思い、実家に連絡はしなかった。そんな時、たまたま仕事の帰りに大学の先輩に出くわした。匠、おい匠。何度か名前を呼ばれて、俺はようやく立ち止まる。俺のやつれ具合に先輩は驚いたようだ。俺はそのまま先輩に飲みに連れて行かれたが、味覚もよくわからなくなっていた。しかし先輩と話していると、自分の現状がおかしいことに気づく。だったらうちで働けば？俺の話を聞いていた先輩はそう言った。先輩は IT 関係の会社を設立して若くして社長だそうだ。いやー、でも俺実績も何も。俺は戸惑いながらもそう言うと、先輩は笑う。大丈夫だって、お前そういう勉強してただろ。確かに俺は高校も大学も情報系の勉強をしていた。でもそれで就職できなかったんだ。
今さらその道に戻るというのか。悩んでいると、じゃあお前、今の会社でそのまま終わるのか?と先輩に言われ、はっとした。そして、俺は翌日、退職届を出して、転職に向けて準備をすることにした。もちろん藤田には、退職?お前なんか転職できるかよ。どこに行っても使い物にならねえよ。と言われたが、このままここにいてはいけないと心に決め、なんとか退職届を出す。辞めるときは一応藤田にも挨拶はしたが、完全に無視された。まあ、この人と関わることはもうない。俺はそう思って背中を向けた。数年後に藤田と再会するなんて、この時は思ってもみなかったのだ。転職後、俺は先輩の会社で勉強をしながら働き始めた。就職活動に失敗して諦めていた業界に入れるなんて、俺はラッキーだ。それもこれも先輩のおかげ。ここは優しい人が多くて、藤田みたいなパワハラをするような人間もいない。きっとこれが普通なのだ。俺はのびのび働けて、次第に体調や精神面も回復していった。今はどうしてあんな上司のいる会社で働いていたのかと自分で思うほどだ。そしてついこの間、先輩、元井社長からある打診をされた。システム開発の依頼が来てるんだが、やってみるか?今この案件に取り掛かれるのは俺くらいなものだ。しかし、社長は渋い顔をする。実はこの依頼主は、俺が以前いた会社、つまり藤田のいる会社なのだという。コールセンター業務のシステムを一新したいとのことで、依頼を受けているらしい。今もあの時のままであれば確かに使いづらいだろう。社長の知り合いの知り合いがあの会社の社長だそうで、つてで依頼を受けることになったらしい。平社員だった俺は、当時の会社の社長のことは名前くらいしか知らないが、俺はもうあの頃の俺とは違う。部署も違うから藤田に会うこともないだろうし、万が一会ったとしても、俺がシステム開発をしたと自慢してやれる。そう思って、俺はこの案件を引き受けることにした。それからしばらくして、出勤した俺に作業着姿の社長が近づいてくる。手が空いてたら頼むよ。社長が手に持っていた作業着を渡してきたので、息抜きに別の仕事するのもいいですね。と俺は笑ってそれを受け取った。というのも、うちのオフィスは自社ビルで、業務量が多い時や手が回らない時は清掃会社に頼んでいるが、普段の清掃は自分たちで行っている。手の空いている社員が順番に清掃をするんだが、普段パソコンに向かってばかりなので、みんな息抜きのように清掃をする。俺もここのところ座りっぱなしだったので、ちょうどいい息抜きだ。俺は張り切って作業着に着替え、ロビーの清掃に向かった。初めの頃は社員が清掃するなんて考えられなかったが、座りっぱなしの業務はたまには体を動かした方がいいと言われ、やってみると意外にもその通りだったのだ。俺はバケツに水を汲み、ロビーの入り口付近に置く。すると自動ドアが開いたので、バケツを移動させた。お客様かなと思い顔を上げると、相手と目が合う。その瞬間、俺は思わず固まった。あれ?こんなところで何してるんだよ。相手も俺に気づいたようで、そう声をかけてくる。それは藤田の姿だった。どうしてこんなところに?と思うと同時に昔の記憶が蘇る。藤田は、清掃員になり下がったのか。
やっぱりお前に転職なんて無理だったんだな。と笑い飛ばした。しかし、俺は怒りもこみ上げてこなかった。藤田がここにいるということは、例のシステム開発の件で、うちの会社に用事があるのだろう。システム開発を担当するのは俺だが、やりとりは営業がしている。今日、先方が書類を届けに来ると言っていたし、藤田が担当ではなかったはずだが、単なるお使いかもしれない。藤田は俺のことを見下してきた。清掃員ってバイト？お前いくつだっけ？もう30くらいだろ。その年でバイトってなんだよ。うちにいれば正社員だったのにな。俺なんて今度は本部に移ったんだぞ。今日はな、うちのシステムを新しくするために頼んでいる会社と打ち合わせだ。その会社結構優秀らしいんだよ。清掃業にしかつけなかったお前とは大違いだよな。反論したい点はいくつもあったが、俺はまず人の仕事をバカにしてくる藤田が気に入らなかった。確かに正社員は安定していると思いますが、正社員じゃないからってバカにされる理由はありますか？それに清掃業を見下しすぎですよ。あなたの会社だって清掃業者の方が綺麗にしてくれていますよね。すると藤田は、俺が反論したのが意外だったようで鼻で笑ってくる。何お前、キレてんの？俺にそんなこと言っていいと思ってるわけ？俺はため息をついた。俺はもうあなたの部下でも何でもないので、思ったことを言っているだけです。それに、ごく一般的なことを言っているだけですから。藤田は眉間にシワを寄せる。は？お前俺のこと舐めてんの？お前みたいな清掃員は世の中の底辺なの。わかるか？そう言うと藤田は笑い出した。しかし清掃員なんて随分落ちぶれたな。ついでに俺が仕事増やしてやるよ。そして藤田は俺が端に寄せたバケツをつかみ、俺の頭から水をかけた。さすがにここまでされるとは思っていなかった俺は思わず目をつぶる。その姿を見た藤田は、これでお前も少しは綺麗になったか？ほら、床もちゃんと掃除しとけよ。と言って笑った。何するんですか？俺は藤田に対して凄んだが、藤田はひるまない。だから、綺麗にしてやっただけだろ？感謝してほしいくらいだ。そう言われて、俺も妙に冷静になってしまう。さっきのシステム開発の話、うまくいけば他の会社にもシステムを販売する予定で5億の案件のはずですよね。俺がそう言うと藤田の動きが止まった。え？どうしてそれを？藤田はさすがに何かを察したようだが、俺はそれを無視してスマホを出し電話をかけた。あ、社長、5億の取引中止で。はい、理由はロビーに来てもらえればわかります。そう言って電話を切る。すると藤田は俺の前で、え？とうろたえ始めた。そうこうしていると入り口のドアが開き、見知らぬ顔が入ってくる。部長！藤田が声を上げた。どうやら藤田の上司のようだ。上司は水浸しの俺を見て怪訝な顔をする。そしてすぐにエレベーターから社長が降りてきた。匠、どういうことだ？社長が駆け寄り、たまたま持っていたタオルを渡してくれる。俺はわざわざ藤田に聞こえるように言った。社長、この人、俺の元上司です。この人のパワハラが原因で、俺は会社を辞めたんです。打ち合わせに来たと言っていましたが、俺がシステム開発の担当者だと知らず、清掃員だとバカにして、バケツの水をかけてきたんですよ。藤田は声もなく、俺の顔を見て驚いている。
藤田の上司は、おい藤田、何があったんだと藤田を問いただすが、藤田は首を横に振った。いや、俺は何もしてない。彼がバケツのところで転んで勝手に水浸しにしたんですよ。俺は藤田を睨みつける。は？転んだだけで頭から水なんてかぶりませんよ。言い訳するならもっとまともな言い訳してくださいね。そう言うと藤田は何も言えなくなって固まった。俺は続ける。あなたは俺のことを清掃員だと勘違いしていますけど、俺この会社のエンジニアですよ。ここは自社ビルなので、社長と一緒に清掃作業をしていただけです。エンジニアって座りっぱなしですからね。清掃っていい運動になるし、綺麗になるとすっきりしますよ。あなたも人のことをバカにしてすっきりするくらいなら、大掃除でもしてすっきりしてみたらどうですか？藤田の上司は俺の言葉で状況を理解したらしく頭を下げてきた。あなたが噂の匠さんでしたが、御社の社長から優秀なエンジニアだって聞いています。そんなあなたに担当してもらえると聞いて、今日はご挨拶に伺ったのですが、まさか藤田の元部下だったなんて。藤田がご迷惑をおかけしました。この上司は俺が退社した後に入社した人らしい。今日は進捗を確認したかったとアポなしの訪問だった。そしてこの上司は藤田を叱責する。藤田君、君は部下にパワハラがひどいからとうちの部署に左遷されてきたんだろ。これ以上会社に迷惑をかけないでくれ。どうしてくれるんだ。藤田は青ざめながら棒立ちになっている。すると社長が、今回の案件白紙に戻させていただきます。匠、そのままじゃ風邪ひくから上に行って着替えてこい。と言ってくれた。数分後、着替えてからロビーに戻ると、社長がロビーを掃除している。それを藤田とその上司が突っ立って見ていた。俺はその姿にイラッとして、思わず大きな声を出す。社長、そんなの俺がやりますよ。そして余っている雑巾を藤田に押し付け、あんたがやったんだろ？自分で片付けろよ！と言った。すると上司の方が慌てて俺の手から雑巾を取り掃除を始める。藤田は俺を睨みながら、だから俺じゃないって言ってんだろ？自分のミスを俺に押し付けるなよ！と言ってきた。さっきまで青ざめていた藤田だが、俺に対して頭を下げるなんてできなかったのだろう。それを分かっていながらも、俺は自分の眉間にシワが寄るのが分かった。は？だったら防犯カメラで確認してやるよ。社長もうなずく。これであなたがやったとなったらどう責任取るんですか？取引中止だけじゃ済まされませんね。藤田の上司も慌てながら藤田を責める。藤田君、本当のことを言いなさい。するとようやく藤田は自分のやったことを認めた。俺はそこで口を開く。俺、システム開発はやりませんよ。さすがに依頼主にこんなことされて普通に仕事はできませんから。そう言うと社長が、今うちには他に空いているエンジニアがいません。それにこの件はぜひ匠にと御社の社長が言っていましたし、この取引は中止ですね。社員にこんなことされて取引を続ける社長になんてなりたくないですし。と厳しい口調で言った。申し訳ございません。藤田の上司は頭を下げたが、藤田は最後まで頭を下げなかった。その様子に俺は口を開く。藤田さん、あんたまだパワハラなんてしてたんですね。あの時は気力もなくて何もできませんでしたが、時効はまだ成立していないはずです。それに今日の件、後で防犯カメラで証拠が確保できたら暴行罪で訴えますから。
人のこと見下して、職業で優劣をつけて、部下を怒鳴りつけてストレス発散していたツケはしっかりと払ってくださいね。そこまで言うと、藤田はようやく俺の顔を見る。おい、ちょっと待ってくれ。悪かった。謝るから訴えるなんて。俺はその言葉を遮った。口先だけの謝罪なんて聞きたくないんで。それに、個人的感情で動いたばっかりに、あんたは自分の会社の5億の案件を失ってるんだよ。その辺は会社から訴えられないといいですね。謝罪するなら、それ相応の態度ってものがありますよ。その気があるなら、顔を洗って出直してきてください。上司はずっと頭を下げているが、藤田はふてくされた顔のまま動かない。社長が、うちの優秀なエンジニアを馬鹿にした罪は重いですよ。今日のところはお引き取りください。と、ぴしゃりと言った。俺は、うなだれた藤田の後ろ姿を見て、少しすっきりしたのだった。俺は社長に弁護士を紹介してもらい、藤田を訴える。藤田はただの脅しだと思っていたのか、本当に訴えられてうろたえていたそうだ。しかし、ことの重大さを把握したようで、示談交渉してきた。俺はその交渉をのみ、示談金をたっぷりいただく。ちなみに藤田は会社へ損害を与えたとして解雇されたと、うちの社長が先方の社長を通して聞いた。その後の行方はわからないが、自業自得だ。その後俺は途中まで開発していたシステムを放置するのがもったいなかったので、営業に相談したところ、なんと別のコールセンターがこのシステムを買い取る話がついたのだ。出来上がったシステムは好調で、他にも話を聞きたいという企業が出てきた。結果的に、うちの売り上げは上がり、俺の株も急上昇だ。これで少しは社長に恩返しができたかな。俺はこれからも高みを目指して頑張っていこうと思う。